静岡県熱海市で行われている囲碁名人戦第5局の朝日デジタルの解説者を務めていただいてます、竹宮陽子六段に、1日目の封じ手までの、ポイントを振り返っていただきたいと思います。では竹宮先生、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、今の局面ですね、ここに、白が守ったところなんですけどね、ここまでの流れは、この、白を一段を黒が封鎖するという、作戦というかですね、それ打ちぶりで、それはそれですごく高尾先生らしい、非常に何ですか、重厚なというかですね、手厚い打ちぶりで、白ももちろん悪いわけじゃないんですけども、高尾先生らしい打ち方だなという印象を受けてたんですが、今ここにね、角に打ったんですけどね、この手は非常に大きい、黒の地をこう、ここの黒地を確定しつつですね、ちょっと白の、こっちにね、配込みとかを狙ってまして、大きな手なんですけど、今までの打ちぶりからすると、例えばですね、こっちの方に、二間とかに開いてですね、ここに受けていただいたら、こっち飛び上がるみたいな、こんな感じでですね、こっちの、左辺の模様をですね、大きく広げていくというような感じだね、これまでの打ちぶりからすると、こんな方がマッチしたかなという。もし、仮にこっち、白が来ましたら、これこうやりたいんですけど、これだとここに来られて困るんで、こんなもんなんですけどね。そしたらまたもう手を抜いちゃって、例えばこんなようなことですね、こんなようなことでみたいな感じで、こうなんとなくこう真ん中中央でね、打つというのがなんとなく一貫してた気はするんですけども、そこで実戦はここのやっぱりちょっと嫌だったんでしょうね。ここに打ったんですけども、ここに白に先にこう打ち込みに回られまして、なんとなくちょっと若干、これはないですね。少し嫌な碁にしたかなという印象なんですけども、で、黒が、突き2段ですね。しまして、そうだ、こうなるかなと思ったんですけども、こういう展開になるかなと思ったんですけども、井山さんは実戦こう単に繋いだんですね。これはなぜなんですかね。これはですね、実戦こういう風になったんですけども、こうなると、こうじゃなくてこうやられるのをちょっと心配したと思うんですね。で、こういうことで、例えばこうここのその隅をこう食われる、こういうこうやって、隅食われることを、心配されただと思うんですね、はい、でもこれはこれで一局だったと思うんですけども、実戦は、単につないでそれが伸びたんですね、ただこれは、この図に比べたら、当ても決まってないですし、ここの、目の具合もですね、違うので、この覗きがはっきり聞きますし、こうなるんだったら白はこれを選んだと思うんですが、実戦はこうなってまして、で、飛び、ごめんなさい、こうですね、でコスミツケでこうなりまして、ここにコスんだんですね。これすごい強手でしたね。そうですね、ツケの渡りを拒否して、ここをちょっとね差し込みぐらい見まして、すごい強手なんですけど、これに対してこう跳ねて、これぶつかったっていうのが、これも一つの形で急所ですね。これ要するにないと、白からこうぶつかってこう渡ってくる手がありますね、これがあればそれがないですね、で、かつここの分断を見てますんで、このように追いでくられたら、今度はこっちを打っておいて、ここを防ぎながら、この両方防いだっていう、これは黒はうまいですね、なので、ここで、ぶつかった時に困ったかなと思ったんですけども、ここでこの手が強手でしたよね。ごめんなさい、これを一点入らしてるんですね。で、ここに、この手はね、三角の愚形なんで、ちょっと打ちづらいっていうか、気がつきづらい手なんですけど、ここももちろん、この、割り込みを防ぎながら、この黒の3つのダメを詰めて、ちょっと、こっちに対する効きがね、というか、手段を見てまして、で、当然この次、切りがきついので、
なんて言うんでしょうね、こっちとこっちをまあ見合いというかですね、でこう、まあ、黒が切られたいかんのにつなぎまして、でこう手を打って、でこの羽が急所ですね、はい、うん、これ逆にここに下がられますと、ここが利きになりますね、ここが利きになりますと、はい、まあ、黒は打てば生きる状況なんですね。要するに手の渡りを見て利きになる。あ、そうですね、あ、ごめんなさい、この差し込みがありますからね、はい、はいはい、そうです、はい、ですし、ここにいれば、坂に対してもこっちに打ってて、これの石は白は渡れませんので、はい、うん、これでこっちも手厚いと、はい、でおまけに白の目もありますよね、はい、だからすごい急所なんですよ、うん、でここで封じ手の場面になったんですけども、はい、まあどうしようかってところなんですけどね、まあこの当たりにまあ繋いでくだされば、これはこう出てですね、こうなって切りが入ってこうなるとこれはうまいんですけども、白がまずいんですけどね、この当てに対して繋いでくれないんですね。こういうふうに食っちゃうんですね、これが。これはなかなかおしゃれな手でして、まあ、繋ぎのかけすぎ。こうなりますと、これなんか、これまだ目が、この目がないんですね、この黒はね。で、黒が、白はすごいいい格好でこっちに来て。まあ、こっち、この辺も嫌ですし、こっち来られて、もう生かされるのも嫌ですし、この形はまずい格好なんですよね。なので、ちょっと当てづらいんですよね、ここに。で、まあ、おそらく、単にこう、抱えるぐらいの相場かなというふうに思うんですけども、まあ、例えばこんなことになってきて、はい。まあ、なんとなく白もこう、こう、うまくなんていうか裁くというかですね、はい、黒もちょっとまだこっちの目もちょっと若干心配なものがあって、うん、まあ、なんとなくここに打ち込んでから少し白が若干流れをつかんだかなというふうな印象ですね、